ても沈みかかってたサニー号を一人で直しちまうなんて、さすがはフランキーだよな。本当にそうね、フランキー。お疲れ様。そういや、さっきの娘は誰だ？この島のやつか？あいつはリム。アディオとここに住んでる。箱を作れる面白いやつだ。箱？なんだそれは。それにアディオってのは誰なんだ？アディオは俺だ。服装はともかく頑丈そうなやつだな。お前もルフィたちの仲間か？そうだ、俺はフランキー、麦わらの一味のスーパーな船大工だ。俺はごく普通の探検家だ。よろしくな。アディオ、リムはどこだ？サナ、今日はまだ見てねえな。お前たちと一緒じゃなかったのか？おかしいな、さっきはいたんだけどな。リム、どっかで休んでるのかな？きっとそうね、かなり疲れてるみたいだったから。少し心配だけど、休憩の邪魔しちゃうのも悪いし。とにかく今は内海へ向かいましょう。坂を登りゃいいのか？ああ、登りきれば内海だ。ここが内海か。いい景色じゃねえか。炎の巨像じゃねえか。かなり遠くを飛んでるから大丈夫だと思うけど、用事が終わったらしばらく内海には近づかない方が良さそうね。風車にそっくりだわ。空島と同じ史跡。ワフルドが空島だったことは確かなのね。それならやっぱり落ちてきたんだな。とにかくこれでここが元空島だってことがはっきりしたわ。さあ、アディオのところに戻りましょう。なるほど、リムってな、そんな不思議な力を持ってんのか。俺はまだ喋ったことねえが、どんなやつなんだ？そうね、得体の知れないところはあるけど、根はいい子だと思うわ。見ろ、アディオの近く、リムが戻ってきてるみてえだ。リム、どうしたの？瓶の水晶玉がなくなってる。どこかで落としたのか？わからない。気づいたらなくなってたの。瓶の中身だけ消えちゃうはずはないのに。蓋をしっかり閉めてたってんなら落としたわけじゃないのかもな。とすると誰かに盗まれた。良いサードもなら可能じゃないか。
瓶から弾を抜き出すくらいお手のものだろう。あいつらどこにでも入り込めるからな。確かに彼らならできるかもしれないけど、ヨイさんがそんなことをするなんて考えられない。まああくまで可能性の話だからな。奴らが犯人だと言いたいわけじゃないさ。他に手がかりもないし、探してみてもいいんじゃない？何か話だって聞けるかもしれないわよ。そうね、会いに行く価値はあるかも。あの水晶玉をなくすわけにはいかないから。あれはあの子から預かった大切なものだもの。じゃあ行くか。面白猿から玉を取り戻そう。猿が奪ったと決まったわけじゃねえって話聞いてたのかよ。出会い頭に手出したりしないでよ。あなたたちもついてきてくれるの？私の水晶玉を見つけたってあなたたちの力が戻るわけじゃないのに、どうして？ルフィがあなたを助けてあげたい理由はとても単純なものよ。きっとすぐにわかるわ。でも一緒に探してくれるのはいいけど、手がかりもないのにどうするの？あ、そういやヨイサどっかで見たぞ。私も見たような気はするけど、それってどこだったかしら。お、この辺、ヨイさん。ああ、早速猿がいたぞ。こいつ何か知らねえかな。俺が話を聞いてみるよ。なあなあ、リムの水晶玉がなくなったんだけど、知ってることがあったら教えてくれないか。俺じゃない、リムから取るなんて怖いことできない。昔リムを怒らせたヨイサ、瓶に詰められて海に投げられた。犯人は多分そいつ、雷鳴の遺構の近くでいつも遊んでるって言ってるけど、リムそんなことしたのか？してない。私が怒ったら瓶に隠れて逃げてっただけ。こいつ見てただけなのに、よっぽど恐ろしかったんだな。だが一度そんな目に遭ってんなら、次も怒られるぐらいじゃ済まねえと理解できそうなもんだが。そうね、何か別の事情がありそう。とにかく雷鳴の遺構に行きましょう。よし、行ってみようぜ。なんでだよ、そんなことしねえよ。いさ、おい、こっちでいいのか？ああ、雷鳴の遺構はこの先だ。嘘をつくまでもねえ。行くぞ。上気。ゴムゴムのガソリンだ！
俺たちの力見せてやろうぜ。宇宙じゃ。俺とやるよ。平気で一掃してやる。ウェポンズレッサー。やっと。サンダーランスクーパー。行くぞ、お前ら。いや、サード。ゴムゴムのギガントピストル。ウサウサ。行くぞ。俺についてこい。肩慣らしと行くか。いい度胸じゃねえか。やっと俺の出番か。
行くわよ。俺の番だな。いつでもいいぞ。邪魔だ。やばいかもな。間違ってもレディーに手出すんじゃねえぞ。今行く。おいコック、うるせえ。悪いが加減するつもりはねえ。そっちか。どっ、待て。成長を実感。それにしてもおめえ怒らせると怖えんだな。やめとけフランキー、お前も瓶詰めにされちまうぞ。だからやってないの。リムちゃんの水晶を盗んだっていう猿だな。チョッパー、なんて言ってるのか聞かせてくれ。俺はその後こいつを仕留める。まだ取ったと決まったわけじゃねえから落ち着けって。こいつなんか怯えてるな。俺じゃない、リム怖い、ビンも海も怖いってずっとビクビクしながら言ってるぞ。しっかりトラウマになってるみたいだな。俺たちリムの水晶玉がどこにあるか探してるんだけど、お前何か知らないか。おっさおっさ、他にも犠牲者がいたのか。そいつも多分トラウマになってるぞ。私は怒っただけよ。眠ろうとすると急にうるさく騒ぎ出すんだもの。うるさいって言ったら勝手に木の上に逃げていったの。いっさ、またビクビクし始めたぞ。トラウマが蘇ったんだな。もう勝手に人を怖がらないで。それでその子だけど今はどこにいるの。こいさ、そうか、じゃあ次はそこに行ってみるか。待って、やっぱり何か変よ。なんだかリムが怖いと私たちに思わせようとしてるみたい。ええ、確かにそうね。そうか、よくわかんねえな。そういや、サニー号を修理してるとき、砂浜をチョロチョロしてるやつを見かけたか。よし、じゃあサニーんとこ行くぞ。ところでおめえ、
いびきをかくのか。しないわ、いびきなんて。いつもかいてんだろ。そうね、寝ると必ずしていたわ。リム、お前本当に良いさを瓶詰めにしたり木の上に吊るしたりしてねえのか。だから彼らが私を。いっちゃやってやるか。おいお前、降ろしちまうぞ、ディアブルジャンブプルミエールアッシュ。情けない姿を見せちまったな。いっちょやるか。ゴムゴムのガトリング。来い、まとめて相手だ。いつでもいいぞ。中刀流アッシュだ。一部その程度だ。私が必要ってことね。サンダーランス連邦。マンス死にがいがありそうだ。よし行くぞ。お前らサードゴムゴムのギガントピストル。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。俺の番だな。大丈夫、これでみんな直せる。ありがとう。舐めないでね。こう見えてな。きっちりか。俺の番。トーン。くらえ。いちちち邪魔だ。効かねえよ。よし、刀の旅にしてやる。お前じゃ退屈。力がも怪物こんあ。だから彼らが私を怖がってるのは本当だけど、私は絶対にそんなひどいことしてないわ。そうとなると、やっぱり何か裏がありそうね。あ、船本当に治ってる。おい、いたぞ。この先だ。この子かしら。リムに怒られたのを反省して木の上で1週間お昼寝してたっていうお猿さんは。そんな穏やかなエピソードじゃなかったぞ。こいつもなんかビクビク震えてるな。もう文句言わない、命ばかりはお助けって。そんなことしないってば。あなたがリムの水晶を持ち出したの。いさおさ、また犠牲者か。もうそんな話はいいから。その子は今どこにいるの。そいつ
デルコングの友達、コングの巣に行けば多分いる、だってさ。デルコング？もしかしてあのナミをさらったやつのことか？ん？どうしたんだナミ？やっぱりね、ヨイサーたちは私たちをリムから遠ざけようとしてるんだわ。どういうことだ？理由はわからないけど、リムは怖いやつだって思わせたいみたいね。とにかく早く水晶玉を取り戻しましょう。考えるのはそれからよ。うるせえ、俺はそんなことしねえ。いさ、リム、さっきの話もひょっとして？うん、私はヨイサーを瓶になんて詰めてない。セイウチが目を回して浮いてきたのは本当だけど。いや、そこは本当なのかよ。怪我は俺が治してやるぞ。今がチャンスだ。やっと俺の出番か。ディアブルジャンブトルミエールアッシュ。おいさ、効かねえな。みんな、いけるよな。やっと俺の出番か。一撃！その程度だ。一丁やるか。ゴムゴムのガソリンだ！行くわよ！行くわよ！準備 OK だ。そこどけ。ナミさん、これが終わっ、なめんじゃねえ。俺の仲間に手出すな。私の番のようね。今行こう。よっしゃ。レディーには指一本触れさせぬ。支援フルーデルフィニウム。あれ、なんだかヘッ。その程度だ。いつでもいいぞ。三刀流を三千世界。レディーが待っ、おりゃ。甘く見てると後悔するわよ。任せて。その程度だ。ディアブルジャンブトルミエールアッシュ。ギョロ。その程度だ。アルス、こっちでいいんだよな。おう、洞窟を抜けりゃ大猿の庭だ。
ねえ、コングのところに行くのはいいけど。はっ、またお。ちょっと邪魔よ。準備 OK だ。三刀流を三千世界。いっちゃやるか。ゴムゴムのガトリング。まずい。準備を任せて。おれ、邪魔するな。ゴー。ま、俺がキャッ。ねえ、コングのところに行くのはいいけど、また襲ってきたりしないわよね。心配すんな。今じゃあいつは俺の子分だ。あら、いつの間に。俺はあの後もあそこへ資材を取りに行ってたからな。まあ何度か会ってるうちに自然にな。いっちゃやってやるか。みんな、いっぺんに行くぞ。ゴムゴムのガトリング。準備 OK。 フルパワーでいくぞ。フランキーファイアーボール。あ、準備 OK だ。そっちか。ヒッ。よし、かかってこい。あら、何かあるの？よっと。ここ通ってナミを救いに行ったの、ずいぶん前のような気がする。お前ら遅れるんじゃねえぞ。私の番のようね。ゴムゴムのガトリング。私たちを狙うなんて運の悪い子ね。トレインタフルール。フルいつでもいいぞ。刀の髪にしてやる。まずい。俺にそこを動くなよ。あなたたち、ちょっとしたい。アウ、バーチ。よーし、行くぞ、お前ら。よし、俺様に任せる。ど真ん中だ。俺に任せろ。やっと俺の出番か。まだ分かってねえの。ロビンちゃん、これが俺。いいわ、任せて。行くわよ。み、い、俺は、いや、俺。
それにしてもフランキー、よくあのでけえのをコブにできたな。おう、付き合ってみりゃ気のいい野郎さ。船の修理も手伝ってくれたしな。待ってろよリム、お前の大事なもん。嘘をつくまでもねえ、行くぞ。やっと俺の出番か。ゴムゴムのガトリンだ。間違ってもレディーに手だ。今行く。まだやなってねえよ。俺たちの力見せてやろうぜ。肩慣らしといくか。三刀流を三千世界。おできやがる。ゴムゴムのガトリンだ。いつでもいいぞ。やっと俺の出番か。ディアブルジャンブプルミエールアッシュ。あら、何かあるわね。触れさせぬ。よし、みんな準備できてるな。フルパワーでいくぞ。フランキーファイアーボール。まとめて下ろしてやるか。ディアブルジャンブプルミエールアッシュ。さーて次はこいつだ。そこだ。効かねえ。その程度だ。刃こぼれすら己の恥だ。三刀流を三千世界。やるじゃねえか。よし、交代だ。これで元気になるぞ。おう、た、お、その程度だ。おら、俺の蹴りを、おら、
刃こぼれすら己の恥だ。やっと俺の出番か。やっと俺の出番か。行く。ゴムゴムのガソリンだ。私たちは進まなくちゃいけないの。私が必要ってことね。待ちなさい。仲間のち待ってろ。いたぞ、猿だ。あら、その後ろにいるコング、様子がおかしいわね。ゴル1号！くそ、俺の子分に何しやがる。もっといい名前つけてやれよ。お前がリムから水晶玉を盗んだのか。ボス？そのボスが何なのかわからねえけど、盗んだものがあるならリムに返してやれよ。だからそのボスってのは誰なんだよ。ルフィ、気づいてるか。ああ、こっちに近づいてくる。え？近づいてるって何が？こりゃまたでっけえのが来たな。こいつがボスか。水晶玉は渡さない。おとなしく帰れって言ってるぞ。間違いなさそうだな。こいつがリブの瓶から水晶玉を盗ませた犯人だ。どういさ。おいお前、リブの玉はどこにあるんだ。返せよ。どういさ。一瞬ひるんだぞ。でも、ダメだ。どうしても渡せない。リムと海賊を一緒にメモリアには行かせないって。どういうことだ。あの水晶玉がメモリアへ行く鍵なのか。そう、確かにメモリアに行くにはあの許しの水晶玉が必要なの。でも、ドエイサーが相手なんて危険すぎる。みんなすぐ逃げて。水晶玉はもういいから。でも、あれがないとメモリアに行けねえんなら俺たちも困るぞ。他の方法を考えるから。あの玉はお前の大事なもんなんだろ。だったら簡単に諦めるなよ。ちょっと待ってな、リムちゃん。すぐに終わらせる。どのくらい力が戻ってるか試したかったところだ。練習台にはちょうどいい。みんな、お前の宝物は俺たちが取り戻す。みんな、いっぺんに行くぞ。サード、ゴムゴムのギガントピストル。まずいわね、こいつ強いわ。肩慣らしといくか。行くぞ。危機急騰流アシュラ一武器。プリサー、私の番のようね。
ドスフルール。グラッ。ドミソ、フイソ。仲間の力を見せてやる。やっと俺の出番か。待ってろ、ディアブルジャンブ、フランバージュシャット。ミソ、フイソ。刀がうずく。危機急騰流アシュラ一麦。俺のようやく体が。リム、お前の玉ってこれだろ。ありがとう。でもどうして、こんなことをしてもあなたたちの力は戻らないわ。私は海賊のあなたたちから力を奪った。そのせいでしなくてもいい苦労をすることになったのよ。なのにどうして私のためによくしてくれるの。私にはわからない。そんなの決まってんだろ。困ってる友達を助けるのは当たり前だ。友達。そろそろ戻って次の準備でもしましょうか。それもいいが、腹減ったな。こんな大物を相手にするとは思わなかったしよ。サンジ、飯。すぐに作ってやると言いたいところだが、食材を調達してからじゃねえとな。よしよし、じゃねえよ。何食わせる気だ。私がルフィたちの友達。私が本当に友達だったらあんなひどいことしないわ。どうやらリムは怖がられているけど嫌われているわけじゃなさそうね。そうだな、ナミさんの言う通り、嫌われていたのはむしろ俺たちだ。え、そうなのか。海賊と行動を共にするリムが心配で、彼らはリムから水晶玉を取り上げた。あの水晶こそが不思議空間やメモリアに行く鍵だったから。なるほどな。鍵を奪っちまえば俺たちとメモリアに行けないようになるから。俺たち海賊からリムを遠ざけたかったってわけだ。リムが怖いと私たちに思い込ませようとしていたのもきっとそのためね。根はいい奴らってことか。リムの水晶玉も無事に取り戻す。さてと、さてと、リムの水晶玉も無事に取り戻せたことだし、おっとっと、アディオのところに戻りましょう。よし、じゃあ行くか。
洞窟を抜けりゃサニー号がある砂浜だ。ねえ、私がみんなの友達だとして、私はみんなのために何をすればいいの？なんだよ、何かって。よし、かかってこい。三刀流を三千世界。みんな、いっぺんに行くぞ。ゴムゴムのガトリング。俺の蹴りを食らいたいのはどいつだ。俺に任せろ。マナーがなってねえな。さて、どうしましょうか。勝負だ。ゴムゴムのガトリング。めちゃめちゃ効いたぞ。この足でてめえもし今行く。私の出番かしら。トレインタフルール、フリック。俺の出番か。行くぞ。刀の鍵にしてやる。来るならちょっと痛いよ。さて、